皆さんおはようございます。速稼塾の久保です。今日はね、暗号通貨ニュースなんですけども、ちょっと注意を呼びかけたいと思いまして、このライブ放送をさせていただきます。それはですね、 Facebook という SNS を使ってらっしゃる方が多いと思うんですよ。まあ私も使ってるんですけども、そのアプリの中でね、Facebook メッセンジャーで感染する勝手にマイニングっていうやつが今流行り始めてます。皆さんご用心くださいね。 Facebook のメッセンジャーアプリを介して勝手にマイニングをする新たなマイニングウェア、ディグマインの感染が発見されたわけなんですよ。ディグマイン感染すると、悪意の強いロボットによりですね、暗号通貨モネロのマイニングが行われているということが判明しました。まあ、韓国で初めて、これは発見されたんですけども、その後アゼルバイジャン、ベトナム、ウクライナ、フィリピン、タイ、ベネズエラと拡大が報告されていて、いよいよ日本にも入ってきたということです。感染するとですね、勝手にマイニングされるだけではないんですけども、ログインした状態でファイルを開くと、同様のファイルが友人に送られて、被害者が加害者としてさらなるね、拡散をしてしまうというよくあるパターンですよね。むやみにメッセージとか動画ファイルを開かないようにご注意ください。これは我々にメリットがある話ではないですからね、大変なことになってしまいますので、今これからですね、 Facebook を通じてこういったマイニングですよとか、暗号通貨ですよとか、あなたに利益がありますよっていうのが来ると思うんですよ。特にまあ私とかね、よく知ってる方からの、ご友人からのメッセージに動画が添付されている例がありますけども、これはね、動画をすぐ開くんではなくて、ご用心していただきたいんですよ。このタイミングでなんでいきなり動画が来るのかなと、挨拶もなくなんで URL だけなのかなと、これは怪しいなと思った方がいいです。どんなに、自分が信頼しているから方からのメッセージでもですね、この動画ファイルだけが送られてくるっていうのは、まずこれはクリックを装うね、詐欺なんで、やっぱり動画が送られてきたらなんだろうと思うわけですよね。メッセージもなく動画が送られてきたら、まあ、そこにですね、やっぱこう味噌があるわけなんですよね。今日もですね、暗号通貨ニュース大切なことをお届けしようと思ったんですけども、残念ながらこのね、詐欺に注意ということをお届けしなければならないことで、まあちょっとね、まあ皆さんも大事なことだと思うんで、防御力をねつけていって、安全な暗号通貨ライフを送っていただきたいと思います。まあ、暗号通貨市場っていうのはこういうふうに誰でも入れるんで、本当悪意のあるものも入ってきちゃうんですよ。個人個人の防御力を身につけないと政府は守ってくれませんからね。もともと暗号通貨っていうのは政府が介在しないとか、中央政府がないっていうところが魅力だったんですけども、中央政府がない状態でも、それは個人で裁ける方はいいですけどね、個人の時代っていうのはずいぶん前に始まりましたから。ただ我々は未だに個人の時代を使いこなしてないので、実は第三者がですね、トラストレスではなくて、トラストね、信用を置ける第三者が中央で管理していただいている方がまだ楽だったんではないかなと思います。まあそういった形でね、我々は自由になったけど、自由を使いこなせてない現実がありますので、やっぱりね、身を固めていかないといけないかなというところでございますね。Facebook メッセージにご用心ください。それでは昨日はね、マスターマインド TV 本当にご覧いただきましてありがとうございました。ただいま編集してアップロードするところなんで、ちょっと時間がかかりそうですね。皆さん本当に本日もよろしくお願いします。失礼します。